ちょっと、ヌネちゃんの番号教えてよ。これほんまスーパー暴露になっちゃうけど、さあモテたなぁ。なんで結婚しないんやろな。僕が女の子だったら付き合いたいな。こんにちは、上田剛です。今日はですね、サラダさんが聞きたいことがあるっていうんで、あるよ。なんすか。プロ野球選手の恋愛事情。え？恋愛事情？恋愛事情聞きたいね、俺。俺恋愛してないもん。でも周りのんで分かるやろ、なんとなく。うん。どうやったら女子アナと知り合ってんの？俺女子アナと知り合ってないけどね。女子アナと知り合ってる人がおるわけや、周りには。いますね。名前とか言わんでええで。噂になってるかどうか分からんけど、付き合ってる人もおるかもしれんやん。女子アナと選手ってどう知り合うんだよ。例えば、まあ、ヤクルトだったら、うん、フジテレビが強いじゃないですか。うん、フジサンケイグループ、うん、だからやっぱ富士のアナウンサーの人とか、アナウンサーはやっぱ球場には来ますよ、絶対。どこの局も、うん、特に東京ドームとか多いな。いやでも来てもさ、そこでどうやって仲良くなるんかが分からん。フジテレビとかいろんなテレビ局の担当がいるじゃないですか、うん、ヤクルト担当とか巨人担当とかいるじゃないですか、うん、そういう人とかに、なんかちょっとヌネちゃんの番号教えてよみたいな。あ、そんなんがそういうのじゃないですか。あるんかな、うん、そういう感じじゃないですか。その人がセッティングしてくれたりとかして。ヤクルトって昔フジテレビが主催してるゴルフコンペがあったんですよ、うんうんうん、そこにアナウンサーの人たちも来てたんですよ、うん、まあ、そこでちょっとこうなんかあったりするあるんじゃないですか。連絡交換しようよみたいなとかも。じゃあ次あのパートったら番号教えてみたいな。いいね、それめっちゃ楽しそうなゴルフやな。僕はね、1回しかやったことないんですけど、今ないんですけどね。強い人が聞かれへんかったの、僕だってその時1年目のペーペーだもん。まずアナウンサーとすら回れない立場で。あ、そうなんです。誰との4人組やった？え、普通に若い選手4人組やった。そうなんや。で、上の人たちいいなって言ってた。そんな感じ。アナウンサーじゃなくてもアイドルと結婚したやん、高橋圭一。ああいう感じは紹介とかじゃないんですかね。飲み会ってこと？飲み会ではないと思うけど。紹介っていうのは、あの辺のクラスになるともうなんか飲み会とかでは知り合えないですよ。友達の紹介みたいなじゃないですか。伊藤のともみが飲み会に来ることはないでしょ。プロ野球選手の飲み会やったらあるんちゃうの？わかんないです。それはダンディ伊藤の坂野、ダンディ伊藤の坂野、ダンディ坂野だったら来るんじゃない？なんでダンディ友達の友達とかがアイドルやったっていう感じなのかな、じゃないですかね。もちろん飲み会はまああったりしますけど、うん、そこでなんかこう恋愛に発展するかって言われたらそんなしないですね。もしあれちゃうんか、あの美人男性言われてた山田哲人の明確された剛だった時、うん、はいはいはい、あれ飲み会ちゃうの？いや、あれは飲み会じゃないんですよ。あれなんなん？あれは、うん、要はそのあれっす、飲み会っす。もし今女子が見ててプロ野球選手と会いたい、知り合いたい、仲良くなりたいと思ったらどうすればいいの？西麻布と六本木をもうずっとぐるぐるチャリでチャリで、ね、六本木走ってる人と飲みたないやろ。一軒ずつ入っていって誰がいますかみたいな。知り合えるか。知り合えるかもしれない。カラカンとかにはいないと思います。カラオケ行くにしてもカラオケボックスにはいない。いないと思います。さすがには。裏書いている人もおるかもしれないけど、うん、まあ、多分いないでしょうね。でも青木さんのちゃんとした金銭感覚やったらカラオケボックス行こうかって。いや、青木さんやったら多分ドンキでカラオケのあれやろうかって。家でやろうかって。家でやろうかって。僕も何回かはね、そういう経験ありますけど、飲み会はね、うん、やっぱね、繋がるんですよ。で、そこで飲み会に来た女の子と、じゃ例えば恋愛に発展しましたって言っても、うん、絶対どっかで繋がってるんですよ。野球選手とよく飲む子がおるってことや。そうそうそう。芸人さんもそうでしょ。おったおった。別にそれが悪いわけじゃなくて、うんうん、例えばじゃその子と結婚しましたってなったら、あ、俺、あいつの奥さんと飲んだことあるみたいなさ、そういう噂も立つわけですよ。そうやな、先輩の元カノやでとか。そう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 、そんなんあったらちょっときついじゃないですか。剛の経験上でさ、他球団の人が結婚しましたってニュース流れたりとかするやんか、うん、その相手がうわあの子やみたいな。全然ある。あるんや。あるよ。飲んだ子やとか、ヤクルトの、ある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 、ヤクルトのあいつと付き合ってた子やんとか。付き合ってたは
るかな。あるな。あるんや。その選手は知らんのかもしれんな。知らないでしょうね。すごいな。まあ同一球団じゃなかったらバレへんかみたいな感じかな。そうですね。ありますよ、いろいろ。ちなみに、これほんまスーパー暴露になっちゃうけど。何言うてええの。僕が昔、付き合ってた人が、他球団の人とその後付き合ったとかパターンもありましたよ。剛の元カノが他球団の人と噂なって。噂っていうか付き合ったこともありました。あ、そうなの。ありました、ありました。ただ他球団の人は知ってんの。いや、わかんない。それはわかんないです。めっちゃ暴露してるやん、これ。やばいって。ピッチャーで当てられてたんじゃん。やばいっすよね。もうやっぱ野球選手はね、モテますよ、やっぱり。素晴らしそうやな。それはだってかっこいいじゃないですか、球場でいたら。お金も持ってるし、ガタイもいいし、それはモテるよ。でも芸人の方がモテるって僕は聞いたっすけどね。人によるんじゃんか。これね、僕の経験上なんですけど、かっこいいやつ当然モテると思います。でもかっこよくてもつまらなかったらこれダメです。少々ブサイクでも、例えばトーク面白いとか、フィーリングアウトとか、要は面白い人の方が女子受けはいいと思います。なるほどな。これ僕の経験上ですけど。ということでやっぱり芸人の人はモテんじゃないかなって思いますけどね。芸人の中でもいろいろってさ、かっこいいのに面白い人とかも。まあ、それはもう一石二鳥ですね。最強やな。最強ですね。その人に比べたら面白かってもブサイクな人は、やっぱ無理やと思う。野球選手でもめっちゃモテるって言ってもかっこいいスーパー選手とかっこ悪いスーパー選手やったらかっこいい選手の方が絶対モテるやん。まあそうですね。荒木さんモテたな。なんで結婚しないんやろな。荒木選手独身か。荒木さん男前ですよ。いや男前やで、うん、僕が女の子だったら付き合いたいな。荒木選手はなんで結婚ってへんやろな。僕のことが好きなんじゃないですか。気にはしてくれてるみたいな、剛のこと。野球選手と知り合いたいって女の子いるんですかね、実際。いや、おるよ。あんま僕聞いたことないですけどね。俺女の人やったら絶対知り合いたいけどな。付き合いたいわ。野球選手って毎日あんなプレッシャーの中でね、野球やって男だらけでやってるわけですから、息抜きもやっぱり必要だと思います、出ないとね、僕らって出会う場がないっすよ。野球だけやってたらじゃないですか。普通の人では出会えないような人と出会える可能性は多々あります。テレビ局の人が絡んだりとかさ、いろんな人がいるわけですから。でも普通の人よりは出会いは少ないですよ。少ないでしょう。職場の恋愛なんかできないじゃん、男じゃないんだから。派手な人が多いだけで出会いは少ないと。そうそう、わかりました。言っちゃいけないこと言ったかもしれないけど、こんな感じですね、野球選手は。この話が面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。この撮影終わったら剛の元カノ誰と付き合ったのか教えてな。後でこっそり教えます。